飛ばすぜ。ハンターたちはマグダラオスの呼ぶぜ。奴の体力を減らせ。愛熱機関を破壊。もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ご注意を。ゲイ、排熱機関を破壊して体力を減らしてください。どこ、どれだけ奴の体力を奪える。それが作戦の成否を分ける。さて、例によって迷子になるか。排熱機関を発見しました。すぐ燃えるんだから。だからみんなボウガン使いたがるんだな。もうここか。あれって、ああ、なんか気絶してるし、死んでしまいます。ああ、死んじゃった。相棒、体験ダメだな。また入れろよ。俺も次弓で来ようかな。使えないけど。なんかあいつ働いてくんねえな。なんで働いてくんねえんだこいつ。あ、なんかずるい。あんなの使ってる。これも使おう。あ、気絶した。あ、死ぬ。燃えるわ。死ぬわ。別の排熱機関を探せ。外殻が変容、マグマの流れが変わりました。よし、それより高速に取り掛かる。イニシエの飛躍はな、ちょっと使いすぎちゃってなくなっちゃったんだよな。単発式高速弾の用意はいいか。いけるぜ、じいちゃん。お？みんなどこにいるんだい？燃えるわ。やった。
別の排熱機関を探せ。次はあれ？また変化が。ネルを言うわ。ネギ来ねえじゃん。ネギ指揮高速団どこ？こっちか。待て。身の隣よ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはほっといていいの。ハンターたちに告ぐ。やつの迎撃準備をしろ。ネルギガンテが現れました。外角前方。行け。外した。あれダメージ出ない。あ、出ない。落ちた。マグダラオスが未足状態に体勢変更。スターたちはネルギガンテの撃退を続行。任せたぞ。行け。何やってんだ最近。あれ、ネギタンいないんだっけ。どっから登るんだ。あれ登れない。こっちじゃないよな。あれこの辺から登れるはずなんだ。あ、思い出した。こっちだ。間違えちゃった。やってくるの。あれないもん。
で迎え撃つぞ。早く排熱機関を破壊しろ。引き続き奴の体力を減らせ。あれさっき壊したのにな。死ぬか。うわ、やばい、気絶してしまった。さっき破壊したよ、3つも。エネルギーガンテを先にやらないとダメなのか。しょうがない、ホリホリでもするか。あれ？いないぞ？あ、ここか。何やってんだよ。そう。誰か高速いる係いるかな。よし、もう入れろ入れろ。よっしゃ、撃てー。よし、あ、いた、係に来ていた。流撃砲撃ったのか。お、この音楽になった。てぇ、やばい。あれ？バリスタ持ってなかったっけ？俺。持ってんじゃん。
て。あ、なくなっちゃった。て。うわ。くそ。負けるか。おりゃ。あれ排熱機関がない。あれ？あった。マグダラオスがエネルギーを貯めあれ出てこねえな。まあいいや、撃っちゃえ。撃てー、ちょうどだ。肩壊したのかな。撃てー、誰だろう、ユーザーかな。撃てー。なんか横から撃ってる人いなさそうじゃね。いる？撃てー。ここで撃ってる人いなっぽいけど。あ、いるわ。入れろよ。遊撃砲まだかな。時間ないぞ。はいよ。なんか落ちてる。太鼓の弾復活してんの。あ、誰かいる。
来た。とう。何やっとくか、ここだ、ここ。とう。ああ、落とされた。キャー、よっしゃ、うまい。うてい。攻撃を知らないやつ、そうだから言っとくか。あ、いるな。ちげえだろ、何やってんだよ。それで、そう、よし、もう焦らすな、こいつら。チケット1枚しか出なかったわ。ゾラガンマなんかいるかな。とりあえず重ね着はもらっとこう。いや、ええで。あれ、アイルーの衣装はないのかな。アイルー、ねえな。ないね。あんまりかっこよくないね。なんか他にないかな、いい重ね着。
これクソ出せんな。あ、これいいけどな。これパンツみたいで悪くないね。でもデス。あ、これいいじゃん。オリジンの、オリジンのオリジン。オリジン弁当だかしんね。これがいいや。俺これ気に入った。ヘビボで、ヘビボ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 。これっていいのかな？234じゃないよな。なんかいいのがあったような気がするんだけどな。なんだっけ。これか。で、これでガードをつけるんだっけ？おう。これと、あれ？なんでつけらんないの？あれ？これライトボウガン？なんだ？ヘビボの、これだっけ？ガイラーサルトの何かだっつってたもんな。
あ、これか。これじゃねえよな。これだよな。でもライト交換でもいいような気がする。早食いいるかな。まあいいや、これでちょっと行ってみよう。何事も練習である。断られちゃった。読み込み早え。あれ、コントローラー落としてどっか行っちゃったよ。あれ、コントローラーどこだ。おっと、これだ。あんたたちはマグダラオスの背に到着。やつの体力を減らせ、排熱機関を破壊。天井の鍾乳石を落としてダメージを。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ご注意を。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。ここでどれだけ奴の体力。これか。あれ、当たんねえじゃん。あれ、なんで当たんねえんだ。当たった。あ、食らってんじゃん、やっぱり。あれ、ご飯食べられない。よし、気合い入れろよ。使い方わかんねえ。
これダメだ、俺にはこのダメージ出せない。死んでもうた、もう2回も死んでもうた、ダメだ、俺には無理だ。よし、これより高速に取り掛かる。背の上のハンターたちはそのまま待機。単発式高速弾の用意はいいか。いけるぜ、じいちゃん。気をつけて。配信ついてねんか。あれ耐震ねえじゃん。二つ目の排熱機関を破壊しました。よし、順調だな。別の排熱機関を探せ。外角が変容、マグマの流れにまた変化が。何を、あれさっき使ってたのなくなっちゃった。よーい。今だ。てー。ホマーもねえし。高速成功。ドラマグダラオスの動きが止まりました。やばいやばい。待て。皆備えよ。ネルギガンテだ。やはり来たか。ハンターたちに次ぐ。奴の迎撃準備をしろ。ネルギガンテが現れました。外角前方。行け。あるものはすべて使えよ。もうこれでいい。すげえ無駄。飯飯。私はネルギガンテの撃退を続行だ。ゾラマグダラオスが体勢を変化、立ち上がろうとしています。上に備えろ、振り落とされるな。
誰も来てくれないんですけど。なんか排熱機関破壊もしてねえしな。何やってんだあいつ。排熱どこだ？こっちか。よし、城壁前で迎え撃つぞ。ハンターたちは排熱機関を破壊しろ。引き続き奴の体力を減らせ。なんだこの人ら、やる気がねえのか？さて、俺が2回死んだからやる気なくしたんだな。排熱機関破壊しきれなかった。しかも俺ボマーついてるし。
ヒール。なんか地味になっちゃったな急に。こんなとこで落ちてもうた。あれ下いねえな。もしかすると。あ、いるわ人。忙しだな。どこ行ってんだよ。ウィハカいらないんだけどな。マグダラオスがエネルギーを貯めています。これは なくなっちゃった。アーモンドどこ行っちゃったんだよ。嫌い。
なくなっちゃった。バリスタ撃とうしかたないから。弱点ないのか。この距離じゃ流撃砲当たんねえぞ。あ、来た来た来た。あら、またチケット2枚来ない。あ、でもなんか出た。どうしようかな、装備。これあんまり良くないんだよな。気絶耐性、早食い、
剥ぎ取り名刺もいらねえだろ。耳栓いらねえんだよな。これダメかな。まず剣もいらねえだろ。回避性能いらねえから、匠ってなんだっけ？これか。これなら匠つけたよな。あ、匠いらねえな。風圧者に俺耐震が欲しいんで。耐震あと1個。これだね。回避性能ね。回避性能どこについてんの？これか。ちげえな。あ、元からついてんのか。これいられないからなんか欲しいな。なんとか名人ってない。それの方はこれでいいや。
で下一丁行くぞ。天井の鍾乳石を落としてダメージを。天井の鍾乳石を火薬が仕込んだ。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。ご注意を。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。ここでどれだけ奴の体力を奪えるか、それが作戦の成否を分ける。相棒、発見しました。
ネルギガンテの撃退を続行。任せたぞ。行け。Thank you.
前で迎え撃つぞ。ハンターたちはそのまま背の上で待機。3つ目の排熱機関を破壊しました。調査員に次ぐ。これより最終攻防に移行する。ハンターたちはあらゆる手を駆使し、マグダラウスの体力をできる限り減らせ。文字通り、これが最後の砦となる。障壁を破壊された時が作戦の失敗と心得ろ。こっちだ。
されています。これは体力減少不十分です。Thank you.
グダラオスがエネルギーを貯めています。これはもし、はい、もしもし、ごめんごめん。マグダラオスの背に到着。やつの体力を減らせ。あんね、ミュートになってた。もしくは天井の鍾乳石を落としてダメージを与える。天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。スリンガーで撃って。爆破してくれ。モンハンのイベントをやってるんだけど、
ちょっと飽きちゃった。排熱機関を破壊して体力を減らしてください。間違えて出ちゃった。どれだけ奴の体力。もう集中力ないわ、やりすぎて。作戦の成否を分ける。あとチケット2枚出ればもうやめてもいい、やめすぐにでもやめたいんだけど。え、同じのやってる？食らった、また食らった。なんなのよもうこれ。信号出してるよな。出てる。こんなのね、もう集めるもん終わったら誰もやらんぞ、こんな。死んでまう。ほらもう誰も来ないもん、球団信号出してても。死んでもった。単発式高速弾の用意はいいか。うん、どんな杖なのって言われても説明するのが大変でござる。とりあえず今そう、でっかいモンスター、これこれ、こういうでっかいモンスター飛んでな、あのさっき攻撃してきたようなやつが、あれ？こいつをこれを3箇所叩くのがまず第一目標。うわうわ。誰も来ねえ、マジで誰も来ねえ。ダメだこれ、もうこの段階で誰も来ないじゃん、もう誰も来ない。中止。
だってこれこのクエクソつまんないんだもん大体。やっぱりみんな極み空より青い空の方が好きなんだよ。ちょっと休憩。今日のテレビは何があるかな。なんだな、のど自慢ザワールド。これ変なのしか出ないんだもんな。なんかすげえうまそうに言うけど。あなたの知らないフィレンツェって何だ？フィレンツェってイタリアだっけ？そうか、フィレンツェはイタリア。フィレンツェって言ったらあれだ、ダ・ヴィンチの街だ。え？ミックス？なんだこれ？今日もテレビ何もやらんの。テレビ見なさいよ。何もやってないけどたまにはやるでしょ。あとテレビは見ないけど、YouTube でテレビの番組は見るでしょ？あ、今日何もやらんわ。びっくりするぐらい何もやらんわ。あ、青春豚野郎はバニーガールが好き。俺ちょっとこれ見てみよう。お、ちょうど3話だ。あ、俺、ベルゼブブってなんだ？配信しか見ないの？でもそれはそれでさ、世の中わかんなくなっちゃうじゃない？よし、何もやらん。何もやらんから見る必要はない。これお笑いとか、お笑いの番組とか、地球ドラマチックとか見るで。ネットの極端な、あの、何？ネット世論だけを見てるとね、世間とのズレがある日突然すごいことに気がつくよ。ネットをしてない人とね、会話ができなくなる。びっくりするよ、それは、その感覚。言っとくけど、世の中にはね、わらの W が通じない人だっているんだからね、結構。で、俺何をやるんだっけ。LINE とかメールやるとね、ネットでコミュニケーションを取ってる人か取ってない人かすぐわかる。
子供とめ子供の話題なんだそれ、子供の話題、あれ絆創膏ねえぞ、絆創膏、あれあれ絆創膏どこやった、俺あった、あ、主婦ね。テレビが子供と飯の話題じゃなくて、あれね。主婦の話題が子供と飯なんね。でも俺もまあたまに思うけど、女っていうか主婦ってさ、そういう話がさ、楽しくてしてる人もいるかもしれないけど、なんかすっげえつまんないと思ってても、愛想で やってる人っていっぱいいるみたいよね。本当はそんな話したくないんだけどなーとか言って。あと旦那の愚痴？飯の話ってなんだ？今晩のおかずの話？もうや、4人結構集まるじゃん。よ、俺はゲームと配信と仕事しかしてないから、ますます世の中と剥離していって、嫁の来手が来ない、嫁の来手がない、行くぞ相棒、ますます嫁に縁遠くなるわ。今度は4人だからどういうクエだかわかるよ、ちゃんと。あ、もう排熱機関1個潰れてる。落ちすぎよ。また燃えた。なんかこの人たちうまいから任せときゃいいような気がする。ほら、早い早い。でね、いねえよ。どこぞのせ、そんなの。
いるのさ、主あ、でもわかんないね、配信すれば必ず100人は集まるような主だったらわかんないね。どこ行けばいいんだ？こっちは頭だもんな。あった。しばらくするとこいつが出てくるから、そしたらこいつを倒すでしょ。あれどこにいるんだろう、後ろか。あれ？来た来た。クソ、せっかく降りたのに。こいつは倒さなくていいね。ある程度ダメージ与えると逃げていくから。なんでお前はすぐ下に降りちゃうの？あう、痛いわ。
かった。よし、見事だ。このまま作戦を続行するぞ。この後どこ行きゃいいのか俺わかんないんだよな。マグダラスが秒速状態に体勢変更、再び進行を開始しました。落ちちゃった。みんなどこ行ってんだろう。ついてってみよう。城壁前で迎え撃つぞ。ハンターたちはそのまま背の上で待機。三つ目の排熱機関を破壊しました。あ、みんなホリホリしてんのか。もうやることないんだよね。痛い。燃えちゃう燃えちゃう。やることないわ。あ、なんでこんなとこまで落ちるの。もう調査員に次ぐ。これより最終攻防に移行する。ハンターたちはあらゆる手を駆使し、マグダラウスの体力をできる限り減らせ。文字通り、おう、任しとけ。障壁を破壊された時が作戦の失敗と心得ろ。はい、こっちだ。こっからが本番ですよ。あとはこうやって弾を込めてひたすら大砲を撃つ作業。いやね、あー気持ち悪い。こっちの方が弾近いな。やばい、拘束して誰か出してくれた。おかよこんばんは。あの攻撃を防ぐ手立てはないんでしょうか。かよかよ。さあ、何撃っちゃダメ、まだ撃っちゃダメ。当たらないぞ。当たった、びっくりした。間違って撃っちゃったよ。はあ、もうみんなご飯タイムかな。やばい、怒ってる怒ってる。ああ、当たった4発。あっちゃー。マグダロス体力減少、まだまだ不十分です。
ほう。あー、振り落とされた、ボテ。うちはまだないか。何食べんの、でも。俺何食おうかな。そりゃそうだろう。この音楽はだってモンハンの音楽だ。なんでこうやって誰も遊んであげないんだ、この人と。また落とされた。デレレレレ、あ、人いるじゃん。人がいるときはちゃんと分担して、モンハンの人たちはね、どんなに高いところから落ちても死なないようにできてんの。はいよ。拘束してる人がいないような気がする。拘束してる人がいない。拘束する人がいない。あ、いた。ふふふ。面白い、それは見てる方は面白いかもしんないけど、単純作業よ。マグダロスの体力減少不十分です。気合い入れろよ。流撃砲、あれ流撃砲まだじゃん。わちゃ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 。
硬直して。あれ、高速バリスタがない。あった。ああ、されてるわ。みんな下来ちゃったら弾なくなっちゃうじゃないか。こうやってみんなで一生懸命運ぶんやで。遊撃砲は俺に任せるのです。あれまだ出ない。数えてたのに、ちょっと早く数えすぎたかな。じゃあ行くぜ。トウビッシュザマー、やったー。ちょっと V 破壊したいな。 VVVVV なってんの？ふーん。やっぱりチケット1枚だ。あと1回やらなきゃいけないんだ。めんどくさい。もうやだ。またハンマーかよ。もうハンマーだらけじゃん。なんでこれ、バックビン玉？これもらったの初めてだな。あれ、ミースーがいなくなっちゃったよ、ミースーが。しょうがない、あと1回やるか。めんどくさいけど。あれ待てよ、もしかしたら、え、カヨが来る前にいたミツズって人、お仲良し。4枚、まだ4枚しかないよな俺な。あれ7枚持ってるじゃん、ドラマグナチケット7枚持ってる。あれもういらねえじゃん。なんだよかった。え、会ったことあるって。
実際に配信にはよく来てくれるよ。俺も見に行くし。え、実際に会ったことなんてないよ。俺が配信の中で実際に会った人はいっぱいいるけど、配信で会ったことある人はいるけど、女の人だと2人しかいない。ゾラ、ゾラ終わった。ゾラ何して遊ぼうかな。もうやめようかな。え、チャート、あとね、サティ、サティ知ってる？知ってるよね。なんかそういや、サティとサティをフォローしてなかったっけかな。あのディズニー大好きのサティさん。ああ、ごめん、アイさん忘れてた。チャットサティとアイさん。やめるんなら夜もやってて、もうやるゲームがないよ。モンハンしかやってないんだ今。トギあ、知らないの。ほー、まあ別にいいんじゃない。その3人しか会ったことないよ。君らは東京に、ヤマトモガールズは東京来ねえしな。でもいいんだ、所詮はあれだもん。ゲームの中でしかつながりがないんだもん。あれだからね、俺言っとくけど、あれ、俺ゲームの中で知り合って LINE 交換をしたとかいう人はそんなに多くない。みんなずっとプレステメールから Twitter で済ましちゃう。昔来てくれた人は来てくんないし、え、何？私は行ってもいいよって。じゃあ、チャーのライブがあるときに、でも、ヤマトモさんについてきなよ。しょうがないな。何かクエやるか。あ、イベントなんか、え、ライブがめんどくさいって何？どんな、なんかあったかな、配信クエスト。めんどくせえ。いらない。あ、そうなん。
映画はよく、映画はずっと見てるくせに。ヤバトモさんってだって月1回ぐらい東京とか来てるんでしょ？コメントはね、あのテレビの脇にタブレット置いて、そこので自分で画面見てる。だから今あのリスナー2人って書いてあるけど、そのうち1人俺だから、今リスナーはねカヨしかいないの。カヨンカヨン、こういいね、カヨンカヨン、カヨン三世とか言って。え、そうなの？田舎に住んでるのに珍しくないそれ。田舎の人って車がないとどこにも行けないじゃん。まゆことしほは持ってるだろ？車の免許持ってないんだ。じゃあ自転車で移動して、そっか、わかった。移動は旦那、メインの車が必要だったら旦那が運転して、近場は自転車か歩きなんだな。なんか、すぐ近くに住んでんだもんな、仕事場。なんかないかな、クエスト。フリーがあった。こいつ手伝ってやるか。ああ、かわいそうだな、でも。こいつ手伝ってやるか。あら、そうなの？それは悪いこと聞いちゃったね。あれでも片目で視力いくつあるの？俺もね、左目が悪すぎてね、左目なくても全然困らないぐらいね、左目使ってない。左目は俺 0.07 ぐらいはあるのかな。あ、姫、そうなんだ。視野が狭いと免許取る、片目で視野が狭いと免許取れないんだ。へえ、俺そんなん初めて知ったわ。でも失明してるわけだったらそうなんのかな。助けに行くぜ、オラオラ。あれ？誰もいないね。あっちで戦ってるんだけどな。そうなんだ、全然気がつかなかったわ。やりましたね。あ、終わっちゃった。調査が始まりますよ。何もしてないのに終わっちゃった。
別に素材もいらねえからなんか蜂蜜でも集めとくか。集めるもんが何もない。なんで集める終わっちまってつまんねえな。走りに来ただけかよ。せっかくかっこいい服を作ったから見せびらかそうと思ってたのに。あ、これちゃってどうしよう。もう一回行こう。これ行っとくか。一人名刺これでいくか。心眼今度は少しは長持ちすると思うが、へっへー、そっか今日は土曜日だもんな。ん？あ、ご飯食べるの忘れてた。ご飯っていうのはモンハンのご飯ね。あれ？なんかいる。みんなどこいるんだろう。こっちか？まあいいや、ちょっとキャンプによってご飯食べに行こうよ。ふふふふ。まだ俺お腹空いてないもん。今日はもうすぐ寝ちゃうしね。みんなどこにいるんだろう。あれ？みんなどこいるの？右の方にいるの？こっちにいるの？もうここ迷子になるから嫌い。
そう。あれいねえな。あれどこいるの？なんで寝ちゃうのって眠いからに決まってるでしょ。最近は早寝早起きなの。みんなどこにいるんだろう。あ、目標をちゃんと目標をつければいいんだ。ラドバルキンにこうやって。こっちか。こっちか。やっと着いたよ。遅れてごめんね。あれ、うまく操作できない。とうとう。あらよっと。そうだよっと。あ、尻尾切れろ。あれ、なんかしびれた。なんで？このモンスターの名前はラドバルキン。ラドバルキン。尻尾拾っとこう。なんか君らはもうポジティブ通り越してるね。
ったちょっと。あ、終わっちゃう。捕獲だったのか。え、全員大型なの？何その珍しいの。そんなことあるんだ。じゃあ俺は何型だと思う？俺は愛さん大型だったの？知らなかった。え、なんで俺が AB 型なんだ？この俺が AB 型に見えるとでも言うのか。あ、またラドバラキンある。これ行こう。そうよ、私は A 型よ。超 A 型って感じ。血液型なんてそんな当てになんないね。B 型って言われるとなんか腹立つけどね。言われすぎてっから。あ、几帳面で細かい。いいこと言うね。で、俺は几帳面なんだ。部屋も綺麗にしてるし。なんかね、俺 B 型だって言われることが多いわ。お寿司食べたいな。あれ、誰も来ないぞ。え、この子って誰子？嘘だね。俺がそれ B 型って言われると嫌だって言ったから B 型って言い出した。なんでそうやって君らすぐ人の嫌がることばっか言うの。キャンプで顔出した子か。あの子か。あの子は助手だ。可愛いか。まあ垂れ目だしな。でも俺のキャラだって可愛いはずなのにさ、なんかさ、これほら、あんま可愛い、この角度可愛くねえな。色が黒いからブスって言われたな、真横。そう、真横ね。
うわ、なんで爆発した。あ、ラドバルキンがいる。クソ、かよ、タレオカメとか言われてんの。何すんだよこのうんこ虫め、うんこ虫じゃない、うんこ鳥め。俺の相手はラドバルキンだけさ、他めいる。いいじゃん、シホなんかナマズだぜ、人ですらねえんだから。だって俺だってもし似顔絵描くとして、書くことがあるとしたら、オカメっぽく書こうと思ってたぐらいかな。垂れ目だし、ちょっとぷっくりしてるから。なんで寝かすんだよ、こんなやつ寝かせなくったっていいだろう。なんか一人いねえし。カヨ目、ま、カヨは顔がまん丸？別に丸かねえじゃん。まったく女ってやつは。うわ、眠ってしまった。睡眠バスだ。おし、サンキュー。写真見る限りはあんまり丸くは見えない。写真加工してやがんな。またスノーだな。女は本当にね、会ってみないとわかんない、顔がすげえ盛るからな。何すんねん。死んでしまうがな。待って、いて、何すんの。ん？寝るんか？
ねーって。なんだ急に高いお蕎麦、お昼ご飯の話か。俺が食べるにしては高いよ。720円もしたんだよ。また寝ちゃう、寝てしまう、危ねえ。そう、720円はなんだよ、ほら言うと思った。あ、720円じゃないか、720円か820円。だってさ、ランお蕎麦って普通の高いお蕎麦屋さんで食べなければ、俺大体300円とか400円で食べてるんです。なんかね、お蕎麦の上にね、具がいっぱい乗ってたの。豚肉を辛く焼いたやつとか、卵とか、とにかく具だくさんのお蕎麦。もう行かないと思うよ。ごめん。せっかく寝かしたのに叩いちゃった。なんだなんだ。だってさ、ほら、カヨはさ、あれだろ、変なドーナツ屋さんでさ、コーヒーとドーナツで1000円ぐらい払っちゃうような女だろ。ん？誰だ？ユキナ、関谷、ユキナ、関谷ユキヤ、聞いたことあんの？あ、わかった。思い出した。あれだ。志保のルームメイトだ。違ったっけ？ヤマトモの彼女だっけ？あ、終わっちゃった。誰だっけな、ユキナ。違う、やっぱりあれだよ、ほら、志保のルームメイトでヤマトモさんとダークソウルをしてた人だ。ああ、はじめまして、アミーです。くれてありがとう。え、何？カヨが呼んだの？ゆきゆきな、ゆきゆきな、ゆきゆきな、ゆきゆきな。ゆきいくらゆきなって名前だからってね、ゆきななんてあだ名はつけないよ。
ユキナだからキナコって呼ぼ。ダークソウル面白いよね。でもなんか二人してなんか侵入にやられまくって、山友さんがもう嫌だとか言ってたような気がする。これがいいかな、これいこう。あ、終わっちゃった。前にみんな見てるから登録したら配信なかった。あ、うん、ちょっと最近ねお仕事が忙しくてね、配信をする暇、本当に暇がなかった。今も忙しいんだけどね。火曜日が締め切りだから、まだ月、火、水、あ、あと3日しかねえの。日、月、火しかねえのか。日曜、明日あれやって、ちょっと間に合わねえかもしれねえな。でももう仕事する気になれねえからな。しょうがない。俺がなんか貼るか。なんてことを言うんだ。一だって面白いぞ。どの辺がクソゲーだって言うんだ。怖くねえな。あ、もう登録できなくなっちゃった。2枠いらね。手は欲しいけどな。これいらね。これもいらね。あ、4枠あった。やった。え、仕事間に合わなかったら超怒られる。下手したらもう出しませんとか言われちゃう。ん？暗いです。足元わかりません。う？そういうところも含めてダークソウルじゃないか。まあ、あ、まあギリギリ終わるだろう。今日寝るでしょ。明日朝からまた仕事して、日曜日やって、月曜日やって、火曜日もあるからな。うん、ギリギリなんとかなる気がする。ラドバルキン4枠もあんまり。2人までじゃちょっときついな。あ、トピカガチだって。これ来たら誰か来るかな。あ、でもハンターランク30か。じゃあ誰も来ねえな。これでいいや。そうだでしょ、すごいでしょ。すごいかどうかは知らないけどさ、
あれほら、あれあれ良かったでしょ。ツイッターの志保のアイコン可愛いっしょ。ご飯ご飯。この子かわいい？そうなんだ。俺的にはいまいちなんだけどな。いっぱい来た、いっぱい来た。お、いっぱい来た。さ、もう3人来た。早い。サンキュー。あ、閉まった。それで可愛いんやで。言われてるよ、言われてるよ。ゆきなに言われてるよ。可愛すぎ、実物はもっとブスなんだ。へえ。ゆき。ユキナが言うにはカヨンはブスと。へえ。だってユキナがそう言ってるもん。ああ、寝てる。あ、起こしちゃった。確かにオカメには似てるけどブスではないよな。じゃああれだね、山友さんはなんだかんだ言って優しいんだね。美人に描いてくれるな。そうなの？シホってこんなに怖いの？なんで？どんな感じで怖いんだろう？元ヤン？
外した。もう全然当たらない。合う、死んでしまいます。え、そうなの？それは衝撃の事実じゃん。カヨンは怒るとビンタする。ここで喧嘩すんなよ。誰か起こしたな。あー、死んでしもった。司法はちゃんは私が殴り合って私が殴り合いで勝てるとか不吉なこと言って、殴り合いしたことあるんか。拾いに行こう。はあ、死んじゃってごめんね。ということは何？志保はあれ？ヤマトモガールズ視点の最弱なわけ？四天王さ、やつは四天王でも最弱とか言って。はぁ、あれ？そうなの？というか俺が聞いた中で言うと確かあれ、シホって152センチしかないんだっけ。あれ、シホは152センチだっけ。違う、もうちょっとあったな。156センチとか言ってたよ。え？ 150 センチしかないの？え、四方、こんなもんしかないんか。ということは、それか、あれか。あれか。じゃあユキナは152センチしかないんだ。もう子供の喧嘩やね。殴り合いつったって。いや、何その 0.5 センチのプライド。
0.5 センチのプライドは何それ。はあ、終わった終わった、ゲーム終わった、ビールでも飲もう。0.5 センチのプライド、面白いことを言おうとか。ああ、38キロしかないのってユキナなんだ。38キロって言ったら風邪ひいたらすぐ倒れちゃうね。うん、女の子で152センチって言ったら56キロは欲しいもんね。な、56キロはねえか。50キロは欲しいとこだもんね。ちなみにあれ、シホは体重何キロ？え、シホどこ行ってんの？シホ飯食い行ったんじゃねえの？昨日あれでしょう？昨日か一昨日、なんか二人してうまそうな串焼き食ってたじゃん、居酒屋で。あ、ビール美味しい。あれうまそうだな。なんかさ、俺はあのシホとカヨしかし、なんかそういう情報を出さないから知らないけど、君らあんまりお金持ちじゃないのにすげえいつもいいもん食ってんな。ん？お酒飲んでたら置いていかれた？どういうこっちゃ。シホは今ご飯食べに行ってんの？俺もなんかつまみが欲しいな。ユキナはマユコいた時一緒の飲み仲間だからすごい。なるほどね。ああ。あ、そういやなんか聞いたな。なんかユキナのこと。ユキナのことじゃないかもしんないけど、なんかこう何？飯も食わずに酒ばっかり飲んでる女の子がいるっつってたよ、山友ガールズに。ご飯食べずに酒ばっかり飲むんだっつって。酒が主食とか言ってた。ええな、俺も飲み行きてえな、そんな近くに。ユキナは酒が主食だったのか。
ユキナはシホがご飯を作らないと食べないんでしょ。食べないっていうか、何、ユキナはご飯作れないわけ？酒が主食だから。シホちゃんのスパゲッティ美味しいのか。もっマユコ、マユコ、マユコじゃねえや、マユコか。マユコもあれでしょ？結婚するまではご飯なんて作ったことも、米研いだことすらなかったんでしょ？志保の体重はカレーにスルーしたな。何のゲームするんだろう。バイバイ。ヤマトモガールズはみんな面白いね。今もこ米食べないから米とがねんか。あんまり美味しそうじゃない肉じゃがを自慢げにアップしてたから、料理苦手なんだろうなと思って。そうらしいね。二人してご飯食べないんだってね。やだわ、そんなの。俺はご飯もりもり食べる人だからな。でもあれだよ、そういう生活してるとね、糖尿病になるで。痩せてる人の酒飲みって一番糖尿病になるんだよ。まあいいや、今日も新しいヤマトモガールズとお知り合いになれて。あ、それはなんか聞いたことある。飲みに行くから車出してくださいよとか言われて。なんか後輩なんでしょ？ひどくね、それって。先輩後輩ないんかよ。あとさ、田舎の子なんか知らないけどさ、あのさ、高校生の頃からもう付き合いとか始めちゃってさ、その頃の人とそのまま結婚すること多いよね。高校の時の彼氏彼女とそのまま結婚する人がやたら多い気がする。社会が狭いから一度別れたらずっとあいつ元彼とか言われて嫌な思いするんだろうか。なんかみんな、
地方の人はなんかすごく近場で見つける気がする。学校とか会社とかその辺でどんどん見つけちゃう。いいな。まあ俺も社内恋愛っていうのはしたことあるけどさ。しかも秘密にしてたから割とスリルがあって、うん、山口遠いね。ということは志保は結婚したら山口まで行かなきゃいけないのか。あれということは何、山口に行ってお腹痛くしたの志保は。親に会いに行って誰、青春か。うん、山口でお腹痛くしたのは気の毒すぎるな。家族も見舞いに来れねえし。え、ずっと退院するまで山口にいたの？え、そうなん？なんなんその関係。だって俺山口県でさ、名前は知ってるけどどこにあるか知らねえぜ。山口県ってどこ、山口県ってどの辺にあるんだ。ねえ、マミさんだってね、今は嫁もいないけど若い頃はモテモテだったからね。モテモテで結婚なんてしようと思えばいつでもできるわ、へへへんつってたら結婚できなくなっちゃう。オーマイガーだよ、まったく。いや、山口、めっちゃする。広島の方。あんな遠くにあの、山口。へぇ。今、実家も山口。実家は、